れ何の酒？酔いすぎてわからん。特徴あるしな。やれやれ、自己愛が過ぎるぞ、トドマツ。お前が言うか！キューラー聞いた部屋で熱いお茶。ノークッド様。誰だ貴様？入るよ。サングラス、今すぐ返してもらってもいいんだが。あざす。ふん、そんなって。無理はやめておけ、市松。心配だ。あ、じゃあ。どうしたんだブラザー、寝られないのか？だったら俺が自慢の子守歌をお前に歌ってやるぞ。もうどうしたんだブラザー。ああ、ノープロブレムだブラザー。グッナイバイバイフォーエバー。え、ここだと電気が眩しいんでしょ。じゃあ一階に移動して。え、なんで俺が移動？それか逆にもう寝るな市松。俺たちが眠くなるまでずっと待ってて。な、何を言い出してんの？そうだ、じゃあベランダは？ベランダで寝るのはちょうどいいんじゃないかな。何をもってしてちょうどいいという判断なんだ。どこがいいかな。どこに移動してもらおうかな。難しいね。いやだから電気をさ。いや電気をね。どうしたんだブラザー。おい、何をやってるんだあれは。ああ、カラマズ、悪いけど電話お願い。いいだろう。悪い、これも頼むわ。しょうがないな。じゃあこれも。いいだろう。調子乗った、左遷した。いや違う違う、だからどんどん頼ってくれ。そうやって遠慮される方が嫌なんだ。本当かよ。じゃあこれも。カモンブラザー。まあでも確かに断らないと思っていろいろ押し付けた部分あるよね。ああ、カラマズの後を誰が埋めるかって。市松のやつもだ。起きてきたら姿がなかった。おい、あれ。市松。うん、は市松、こっちこっち、こっちだ。はあ、こっちだ。うん、こっちこっち。うん、こっちだ。ほら、あれ見てみろ。どうだあの売り場。おお、何なんだあの売り場。危険な香りがする。だがそこが逆に気になる。あそこで買えば当たるんじゃないか。でも危ないでしょう。リスク。そうそう、もうちょっと左。めっちゃね、ちょい右。はい、交代だよ、カラマツ兄さん。いやいや、ワンモア。ごめんね、市松。うん、ありがとう。どうだ、今年の俺たちは一味違うぜ。よし、誰が一番最初にチョコをもらえるか競争だ。どうなってんの、ハタボー。ハタボー、ハタボー、これ。おい、お前それトイレットペーパーだよね。なんでそんなもん持ってんの。おお、ごめん。おお、これ貴様だ。物が違うね。で、地頭がいいんだよな。でも、もうやるしかないんだよな。しょうがないんだよ。おお、ブラザー。来てくれたのか、センキュー。絡むな、絡むな。おい、みんな、俺の愛するブラザーを紹介させてくれ。いいから、そういうの。おとなしく飲んだろ。マズロっていちいち発言が痛いんだよな。痛いよねこいつ。どこ行っても同じ扱い。ブラザー、さっさと地獄へ行け。いや、お前だろ地獄が。せーので指さしてみれ。行くぞ。はい、せーの。